こちらの説明させていただきます。わさびですね。寿司握る時の酢です。手酢と言いますね。そして薬味を使います。すだちと柚子でございます。それから黒いのが2つあります。こちらは醤油、握り醤油。こちらは爪といって穴子とか塗りますね。目の前でこうやりますので、お客様も、おっとこう興味持って、召し上がっていただいてます。